今回、両選手からもちょっとメッセージいただいてあ、まメッして、セージですね。ははい。い、ファンへのメッセージですかね。エドワード選手は、今回、ファンへ向けてのお願いがあります。イギリスから帰ってきて全然勝ててない日々が続いてるんですが、いろいおろと調整して、必ずまた優勝という勝ちを取りに行くので、末永く応援よろしくお願いしますということで、山田選手はもうとにかくダブルが決まらないので、それを払拭したいという、そうですその一ね。心です。一緒ですね。まあでも、いやー、いい感じで、コンマ34。こう山田選手の場合、1回戦からこう勝ち上がってきたっていうので、多少こう慣れ感っていうのはあると思うんですよね。まあ、あと勢いというのはやはり大きいと思うんですですよ。よね。多分以前のオンラインカップでもそうなんですけれども、スピード選手が1回戦で負けてしまうのが多分半分ぐらいあると思うんですよ。そうそですれよだね。けシード選手の難しさっていうのもあると思います。そうですね。本当そうですよね。おっと、ちょっとロースコアスタートですね。山田選手乗せたらいけないのでね。フォルク選手、素晴らしいスタート切りたかったでしょうけど。でも相変わらずこうフォルクス選手のリズム感あるダーツはやっぱいいですね、見てて。そうですね、すでにPDC でも、もう人気の高さが伺えたように、やっぱりそういういいリズムで投げる選手というのは、やはり好感持てますね、PDC からか、海外やっかぱらでそうも。ですね。とにかく速いですよね、PDC 選手。アレンジも速いしね。構えも本当に構えたか構えないかぐらいで投げてきますからね。さあ、そして、さあ、やはり最初のは山田選手が持ってきましたね、修正。そうですね。このスタッキングしたときね、案外こう反応しきれないですよね。要するに、なんだろう、ガシャってね、なったときに。ちょっと揺れてるんですかね、刺さったタイミングで。そうなんですよ。ちょっと揺れるんですよ。スタートで100点取ってきましたが、上がり目出せず。ここは6ダーツあるので、大きく削って好きなダブルを出したいところですね。多分山田選手のこのティトーのお店なんですけど、これですね、逆光になってすごいボードが見にくくなるらしいので、そのこういう形にして、見やすくしてる感じですね。さあ、そしてダブル、注目のダブル、内からの内ですね。さあ、そしてフォルク選手、ブルから。これからそトライまで来ましたね。う。さあ、下に刺さってるのが少し投げにくいのか。そこはやっぱちょっと角度を変えておっ決めていく。と、決めた。いやー、このフィニッシュはすごい。これ下に刺さってもちょっと移動して、入る角度を見つけてぶつけて入れた感じですね。そうで見す。た感じですと。だけどこれはキープだったので、ちょっとエドワード選手からちょっとほっとしてる感じですね。そうですね。ブレイクされると厳しい状態になりますんでね。まあ、しかし山田選手2本外しましたからね、ダブルを。そうですね、それも中だったので、同じターゲット狙えなかったので、移動、ターゲット変えないといけないと、やっぱり精度もちょっと落ちてくるんですよ。そうですよね。ダブルをこの2本外したっていうのがやっぱりもったいなかったですね。じゃあ、こうなったら今度逆にエドワード選手乗ってくるんじゃないですか。そうですね、ちょっと勢いつけて、このレグはもうブレイクできたらラッキーみたいな環境だと思います。ですよね。
逆に山田選手が最初のレグブレイクチャンス逃したので、ここは何が何でもキープしたいという、そういうプレッシャーもありますね。さあここ絡めてきましたね。60絡めて180残り。さあ山田選手140、180が欲しい局面。上がり目出せず。上がり目出せずですね。さあ20ラインで勝負したいエドワード選手。ここで6本あるので。さあサイドから。ちょっと下に刺さって移動したいですね。100。さあ山田選手19からもう一回パーッとサイドにずれてトリプル捉えました。しかし80残り。エドワード選手、ああ横でブルーか、ブルーですね。おっとインナー、ちょっとインナーついてますね。72。これはやっぱりあの65でブルの怖いところですね。アレンジまでけどチャンスは戻ってきます。いやーしっかり決めた。このブレイクは大きいですね。17ブレイク先行レグになるので、レクですからね。これでエドワード選手乗っていける感じですか？いやだいぶだいぶ気が楽になったと思います、あの場面で。あらちょっと山田選手が、これ勘違いだね。もうなんかこうそこもちょっとオンラインのちょっと難しいところですね。いやいやもう対人では絶対あれじゃないですか、もうちょっと緊張するんじゃないですか、感覚がもう完全に。かあこれでトーン AT は大きいな。ここはついていきたいけれども足りないですね。さあ306残り。ここは1本19絡めてくるか。いやもうトリプル2本必要だったのでそのままですね。今のは19からいったらね、よかったんですよね。まあ19からまたは2投目で、どっかのタイミングで19に絡めるのが多分。さあ154残り、エドワード。でもいい感じで投げてますね、エドワード選手ね。伸び伸びと。さあそしてトリプル絡んできましたが、エドワード選手94残り18から。さあここ悩みますね。さあここ16-20ってところですか、どうなんですかね。多分あの20か、あの逆にダブルを考えてたのかもしれません。ああそうですね、18ダブルってトップを残すつもりだったので。さあ山田選手ワンチャンス。さあこれでエドワード選手20ダブル決めれば勝利。おっと、うわー惜しいね、ギリギリのとこ。何度目入ってもおかしくない、入ったかと思いましたね。さすがにここは決めてきました、フォルクス商事エドワード選手。 3-0 で山田選手を下して、ベスト32進出です。
ファーストテイク。